どうもデッシーです。お世話になっております。ファイナルファンタジー続きをプレイしていきます。こいつまだネズミの尻尾取れてないの？お、あなた方も称号を、あ、取ってこれたんですね。よかったっすね。で、ペコさんですね、ロボットのようなやつがいると言ってましたんで、多分戦闘になるんじゃないかなって思うんですよね。コペか、ペコじゃねえわ、コペ。あれロボットみたいだったよ。北の滝の方だったかな。なんかいるんでしょう。ロボットって聞くとね、古代兵器オメガとか思い出しちゃうんですよね。まあそんな無茶苦茶なことはやってこないと思うんですが、まあ行ってみましょう。ここ登っていくと滝がありましたから。クロコダイルが結構強いんですよね、こいつね。ヒドラ、まあヒールでいいっすね。ヒールってか癒しの杖、ヘイストでいっときますか。テッシー、おお、シグルも耐えるようになって攻撃も強くなってきましたわ。おお、いい傾向ですわ。はあ、はあ、はあ、この癒しの杖でずっと回復回復すれば相当いいですからね。乗ってきた乗ってきた乗ってきましたね。ちょっとライヤが逆に相対的になんか弱くはないですけど、ん？っていう感じですね。いや、シグルが本当に素晴らしい。これで癒しの杖。ライヤは、そう、シグルがやっぱり強くなったことで、うん、強くなったことで結構ライヤーに頼らなくてもいいと。あと癒しの杖ですね、これ大きいですね。ただでもだったら最初から戦士の方がいいんじゃねえかっていう説。ナイトの鎧も装備できるし、そんな気はしますね。どうなんだろう。なんかそれ、うわ、ホワイトダイル強そう。それ以上になんか忍者の特性があるのかどうかですよね。うわー強い。クロコダイル、黒とホワイト、そういうことではないよね。この癒しの杖使う時のアシトの右手スッってあげるっていうね。あー、勝った時と一緒か。スッてあげるんですよね。うわー強い、強いっていうかお金持ってる。2000、よしよしよし。ちょっと待ってね、ちゃんと回復していくから。ケアルでいいでしょう。回復してあげて、果たして何があるか。ん？バリ洞窟じゃん。うわ、こいつネズミの尻尾のとこにいたやつ、ヘイスト使うやつ。大丈夫か、テッシーが。まあテッシーとして、あーやべ、あー大丈夫か。ゴーレムだからファイヤー効かないかと。ファイヤーフレームソード、よしよしよし。シグルが強くなってるから、まあ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 、アイスブランドの方がいいのかな。これキーキーさんですよね。うわー、わからん。ダンジョンか。基本上行っちゃいます。すごい、外すことに定評ありますからね、私は。癒しの杖、うわ、やばい。
大丈夫か。下のやつがヘイスト使ってくれる。よし、先に攻撃、なんとか倒してほしい。まあ大したことなくてよかったっすね。よかった。まあでもやばいことに変わりはないっすから。ケアルはちょっと回復もちょっと上がったのかな。くえい、こういう時に癒しの杖でファイが眠り、めっちゃくる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 って寝てるシュッて寝てる。あ、真冬によくやるやつだからそれ。アシュと、よーし、いい傾向いい傾向。ケイライアも上がる。下はなんもないっすよね。あーでも一本道かこれで。テレポが使えるんで、ロボットのようなもの先制攻撃だから、これこうして、どうしよう、ファイガで行ってみる。上と下、下、あ、テッシー一撃で倒せるパターン。ファイガは通用しないと。どっちかっていうとブリザードなのかな。お、素早さ上がってるんですかね。早いっすね攻撃。それともゴーレムが遅いのか。ゴーデムが遅いんだったら助かるね。うわー広いわー。うわーまずい、これはやばい。これなんでしたっけ、ブリサンダルでよかったんでしたっけ。くっす、さあダメだ。逃げろ逃げろ。よし、これ大丈夫大丈夫。あの時とは違う、レイズがあるから。よしよしよし、回復はちょっとつらいな。回復ちょっとつらいですけどね。まあ大丈夫。何もない。すげえ、こんな外す、こんな外しますか私は。ヘイスト、ヘイストマジ便利っすね。便利っすから、気持ちはわかる、使いたくなる気持ちはすげえわかる。よーし、ちょっとねレベルの低い魔法のダメージ、与えるダメージを与え上げてほしいのはありますな、うん、結構その新しいやつって
結構使えるじゃないですか使えるじゃないですかって、なんつうかレベル1とかでも強くなっていくじゃないですか。結構、まあ、随分ね、でもシグルで戦いやすくなりましたよ。よかったわ。でも結果よかったのかどうかちょっと分かんないですけれども、ちょっとバコルド一応取っとこうか。毒消しにしとこうか。ちょっと冒険中だからまだ。まあ、これでよしと。下なんかあんのかな。見えないのがね、困るのよね。ほらほら、なんかね、なんかありそう。ゴーレムばっかり。で、癒しの杖。テッシーにね、攻撃本当に集まってくれれば、癒しの杖があるんで、それだけで食っていける。肝心のテッシーが全然ダメージ受けないっていう。やっぱ戦士っすね。やっぱ戦士の方がいい。ないとか、まあ。OK っす。すぐレベル、すぐじゃないけど、シグル、まあ最後か、シグルは。これ深いっすね、ここ。ああ、よかった、こっち来て。うわー、誰かいる。うわ、これ確定だろ。でも先制攻撃って出たよ。どういうこと？まあいいや、ラッキーですね。テレポは1個残しておきたいからね。ああ、間違えた、癒しの杖だ。ああ、まあ、ファイがやってくれたから、まあまあ、いいか。これで全部テッシーが先攻撃してくれたなら俺は救われる。よーし、癒しの杖をね、使ってからっていうのがね、残されてたからね。おお、おお、これは絶対もう、どんぐらい上がる？あんま上がんないのか。26、61、ステータスを回避し、ああそうですね、あんま上がんないけれども、多分ステータスを防いでくれるんだろうと思います。魔導士の杖、いいじゃない。魔導士ライアに行っとこうか。でこいつはこのキューブ持って行って、これ使って浮遊場のティアマットお願い。どういうこと、どういうこと。キューブなんか四角いなんかもらったと。浮遊場のティアマットお願い。浮遊場のティアマットお願い。13450、キューブ、うわ金めっちゃある。ディフェンダー、おお、これはもう、これも武器っすね。どんぐらいでしたっけ。49。うわ50105、いいっすな。これさ、シグルにあげて、どうなんだ、シグルにあげた方がいい気がするな。ちょっとまんべんなく強くした方がいいような気がする。41、なんかそんな気がする。シグルも結構強くなってくれた方がいい。キューブ、ワープキューブ、キューブの中にさまざまな色がひしめき合っている。ワープギガ
もう喋ってくんない。ああ、これ確定か。うわあ、やっべえやつ来た。ああ、そっか、テレポ使えばよかったんか。ちょっとファイサンガーでごまかせないかな。まずいっすね。どうしよう。いやでもファイガでマミーも倒あテレポがあんのか。つですね、ファイラで行くしかないか。で魔法、いやそしたらブリザラか。ちょっと待ってくださいね。キング倒して違うブリザラブリザラでキングはほっといていいのよ。ちょっと待ってちょっと混乱してきた。このコカトリスたち、コカトリス3体はブリザラで確か倒せるのよ。だからこれが一番いいはず。でインビジかけとこう。うわーやばい、終わった。逃げよう。ちょっと倒したけれども、これはまずいって。あーでもいけるか。おーしてもいけそうだな。まあこれ振り出しに戻るですから。癒しの杖いっとこう。これでどう出るか。ライヤが急いでくれれば。急げライヤ、危ない。この前の3体倒せるからね。やばい。まずい。まあ癒しの杖でここは置きに行ってないですけど、なんとか倒してくれれば。というかまあライヤーかアシュト、これどっちかね、生き残ってくれれば、テレポとダテレポってのがよくわかんないですけど使えるはずなんで、ちょっとダテレポってのを使ってみます。迷子になった、出れない、つらい、そんなあなたのためのワープ魔法です。よーし、ちょっと待って、テレポも使ってみたいな。前にいた階にワープする魔法です。ではワープ。なるほど。だったら、これはもうファイガーで使っちゃって OK。だ、テレポは取っとかないとまずいっていうことですね。了解です。OK。やっぱね、テレポとダテレポは違うっちゅうことっすね。勉強になりますな。どうしよう。サンガー行っておこう。リボン、ライヤーに装備した方がいいのかな。あー、でもアシュトですね。アシュトがダテレポを使えるから、最終的にはここに戻ってくるっていう。よし、順調。癒しの杖、OK、 素晴らしい。お、ネオチュウ、これ初めてですね。宇宙の上級バージョンですか。薬じゃないよ。ほい、アイスブランド、ファイラ、ディフェンダーですね。これでシグルもかなり強くなりましたから、鉄心ほどじゃないけどね。よし、
癒しの杖がやっぱでかいね。結構これなんだかんだでポーション使わなくて済みましたから。回復の回数はそのジョブチェンジしたからといって増えてないんですよね。 OK、 来ました。ワープキューブ、これが何なのか意味不明ですけれども、まあ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 、コテージって今どのぐらい ?25 個。まあ大丈夫でしょう。じゃあキャラバンの砂漠の方行ってみますか。そしたら。キャラバンのアンダーヒルでしたっけ?がなんか変なもん持ってたよみたいなこと言ってましたよね。あと石板ね。空気の水。ちょっと単語だけね。やってるんですが、行きましょう。おお、アイスギガースさん、この方たちもそんなにもうって感じですね。あ、まあもともと、そっか、もともと肉弾戦でしたもんね、この方たちは。うわ、吹雪やってきた。そんなことないと言わんばかりに。わあ、頼もしい。まあ問題なし。なんかこれでセーバーっての買えそうですね。ちょっとお金貯めますか。そしたら、このレベル7、セーバーでしたっけ。ブラインも売ってましたけれども、セーバーっていうのが気になりますな。113とファイガーと、あんま聞かねえな。ブリザラの方が強いのか。セーバー買って、セーバーの威力を確かめて、これ溜まったよね。72,000。これしょぼかったらどうしよう。ちょっと待った。こっちもなんか変えたから。ラヒーラか。バマジックをちょっとよくわかんないですけど、ラヒーラは買っとかないとダメですね。セーバー45,000、あれ72,000じゃなかった、45,000か。これいいっすね。もっと高いかと思っちゃった。あと防具武器、あ、魔導士の杖も使ってみましょうか。そしたら防具、革の帽子売ろう。あれ、ここ武器防具なしか。カノボシ、いや、これでちょっとセーバー使ってみましょう。どんな感じなのか。おお、おあつらい向きに敵からの攻撃。よし、行こう。セーバー全員全体ですね。お、ん、なんてなんて、黒魔法で自分だったよ。なんかちょっともう一回これね、メッセージこれ早いとわからんのっすよ。2回しか使えないですからね、今のところ。なんか光ったよね、ちょっとね。なんかの効果、それか何の効果もなかった。来た、魔法の剣。あ、
セーバー、そうか、ライトセーバーとかのセーバーってことか。魔法の杉そんな強いの？ちょっとライアやって、うわ、倒しちゃう、倒しちゃうから、ライア早く。え、全然なんですけど。ちょっと意味わかんない、意味わかんない。え、魔法の剣を取り出したって言って、それだけ？え、どういうこと？あれ、シグルとテッシー、魔法が1になってるよ。え、魔法使えんの？こいつは。でもこれレベル3までしかなってない。魔法の剣の効果じゃねえよな。どういうこっちゃねえ。魔法の剣を取る、攻撃力が上がってはいなかったよね、他のメンバーは。ヒルギガース、はあ、よくわからんすな。いやー、4万5000無駄したな。ちょっと効果がわからないと微妙。それかめっちゃ防御が強くなってるとかね、なんか攻撃を受けないとか、そういうあれかもわからんな。前エース、エース、じゃあ止まってキャラバン行こう。キャラバン、なんか前回と同じようなぐらいの時間で宿屋止まってますね。行きましょう。普通に我々が知ってる魔法ってどのくらいで覚えていくの？ケアル、まあケアルは出てケアルですよ。そうですね。ケアルは出てきてるけれども、なんかファイ、まあファイ、三属性もちろん出てきてるけれども、まあ言われてみれば、他の魔法も意味わからんすよね。知ってるから、まあ名前知ってるから使ってるわけで、有名どころを。お、混乱した混乱した。お、これコンフューですね、すごいね。魔導士の杖、これは使えるな結構。有名どころは本当に知ってるから使ってるわけですからね。わ、強い。アシュトが上がって、アシュトが上がって、有名どころのね、魔法の名前、まあ知ってるから使う。そうなんですよね、知らなきゃ使わん。どうやって魔法を覚えていったんですかね、我々は。やっぱり子供の時からゲームをやって、まあ、この魔法はこういう効果とか、そういうのをやっぱりどっかでちゃんと覚えてるんで、まあちゃんとっていうか、まあ覚えるしか方法ないですよね。覚えてるんでしょうね。まあ、ポケモンの名前とかね、しょうもないっすよね。言ってみればしょうもない。覚えても何のあれもないと。まあでも実際どっかでね使える、まあ、こうしたゲーム実況とかね、今めっちゃポケモンに詳しかったらね、ポケモンのすげえまとめたやつとかね、動画に上げたりできますもんね。今じゃそういう時代ですよね。
野球とか、まあ、詳しかったら野球のねやつを、まあ、まとめたりして、まあ肖像権とかあるんで、野球選手のね顔とかはまあ使うのはどうかなとは、ちょっとあれですけれども、まあこういった試合があってとかね、そういった解説とかできたりね。でどっから入りゃいいのこれ。キティタイガーは知ってるけど、一番弱いのになんで前に出てきてるっていうね。足の杖と魔導士の杖強いっすよこれね。こういうね、そのレトロゲームですげえ使える杖、特にその魔法系ですよね、使えるとほんとねめっちゃ使っちゃうんですよ。ドラクエだとあのイカズチの杖っすよねすげえ重宝しますから、あれただですよ、だってただで使えるんですよこれ。素晴らしすぎないですか。今でこそねアプリとか無料ですけれどもね、こんな当時ただでこんな毎ターン回復マジですかみたいなね、めっちゃ混乱させ。これさ、フレームソードとかどうなんだろう。あ、フレームソードは意味なかったですよね。アイスブランドは意味なかった。フレームソードも多分使えないでしょう。うん、そうですね、何も起こらないと。どんどん混乱させていくと、混乱の上に混乱を重ねる。よしよし、オッケーっす。まあ入ったところ、お、入れましたね。おっつ、え、そういう感じなの。キャラバン買っていく。妖精の瓶、うわー、これ絶対必要なんだろうな。こいつがアンダーヒルってこと？一人しかいないのかな、もしかして。うわ、妖精瓶買わねえとダメってことか。はははは、そういうことっすよね多分。そしたらちょっと5万次の動画で貯めましょう。まあ言ってもそんなもう時間そんなにかかんないんでね。どうせこいつら倒して、あ、これ持ってなかったんだっけ、お金どうだったですかね。よし、力の杖も何にも起きないんですよね。そうですね、よし、くそー上の野郎。動画はこれ終わったら次の動画に移動という形でお願いいたします。はい、ここまで見ていただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。